酒だ。どうぞ。おい、聞いたか？また例のやつが出たらしいぞ。例のやつ？寝室。おお、今度は商人が仕入れ。この間の貴族の家といい、警備の厳しいところばかり狙われてるな。何者かは知らんが、大した盗賊もいたもん。そこの警備は見かけた。おいおい、同業の盗みに感心すんなよ。俺たちも謎の盗賊ぐらいでっかい盗みをやってやろうぜ。そうだな、今日。よう。あんた。そうか。そうだな。ああ、ふん。おい。ああ、それでな。テリオンだ。兄弟。おかわりだ。どうぞ。ひょっとしてお客さんも狙いはレイバース家のお宝で？悪いことは言いません。あ、この前もまた忍び込んだ盗賊が一人。また？もう盗賊殺しのレイバース家。
その筋では有名な話です。城どころか町一つを買い占めることができるほどの秘宝。そんな噂を聞いた腕自慢の盗賊たちが次々帰り討ちに遭っている。そういうことか。ええ、今噂になっている神出鬼没の盗賊だって無理でしょうね。なるほど。酒の魚には持ってこ。お客さんかなりの腕でしょう。こういう店をやっていると自然と目が利くようになりました。だからこそああ。次はこっちも酒の魚にな。よし。おい。はい。行け。もうしょ。だから
ダメだ。そんな。ダメだ。だから。待て。え？実は。では。あんた。うん。それで。そうだな。ちっ。おう。
てめえ。あ？おい。おい。泥棒だ！逃がすな！兄弟。おお。くそ。探すぞ。兄弟。そうだな。